ナイスフィッシュだ。イエス、イエイ。楽しい、やっぱり薪の釣り。これがスティーズスクエア100です。まあ、クランクベイトの中では、ちょっと小型な、クランクベイトに入るんですけど、まあ、全長が47ミリで、ウエイトが 6.8 グラムと小ぶりなんですけど、非常に、バランスの取れたクランクベイトになってますんで、巻いた時の、まあ、直進性、それと巻き心地ですか、ウォーブルが強いわけでもなく、タイトロール系のすごく巻き心地がいいアクションを生んでくれるクランクベイトになってます。通常このぐらいの小さなクランクベイトですと針が小さめがつくんですが、このクランクベイトに関しては、6番という針がついてます。で、通常小さいクランクベイトに大きい針を背負わせると、こう針同士が干渉して結構トラブルになって、せっかくキャストが決まったのにうまく泳いでこないっていうことがあるんですけど、まあ、このクランクベイトに関してはやはりちょっとテールの部分に工夫がされてまして、6番フックを背負っても針同士が引っかからないでちゃんと引いてこれるような形になってます。あとウエイト的にはまあ固定重心、あえて重心移動をやめて固定重心のウエイトバランスで、それをすることによって巻き始めの動きの安定感、あとは水中で動いてきている中でいろいろな障害物に当たってバランスを崩した時の復元力の良さを固定重心が保ってくれるというようなクランクベイトになってますんで、感じとしては水深1メートルぐらい、まあ、ですから非常にね、おかっぱりでちょうど使いやすい先行振動を持ったクランクベイトですし、まあ、逆にボートからでも浅いリップラップエリアなんかをすごくこう位置をかわしながら引いてこれるクランクベイトになってますんで、まあ、小粒なボディですけどピリッと辛さ渋さがある、クランクベイトです。ぜひ使ってみてください。どうしました。いいね。ナイスフィッシュだ。うわ、皮一枚。あれフック引っこか。うわ。よし。イエーイ。スティーズスクエア100。綺麗なバスだ。後ろの針にリアフック1本だったけど、ね、針がでかいからちゃんとかかってくれて嬉しいな。楽しい、やっぱり薪の釣り。